ターダストクルセイダーズ。1988年、エジプトのカイロ。長い旅路の果てにジョーサー一行は宿敵ディオと対峙した。だが圧倒的な悪のスタンドパワーの前に仲間たちは次々に倒れていく。最後に残されたジョータローはディオとの一騎打ちに臨む。しかしディオはジョセフの血を得てパワーアップしてしまうのだった。実にすがすがしい気分だ。歌でも一つ歌いたいようないい気分だ。100年前に不老不死を手に入れたが、これほどまでに絶好調の晴れ晴れとした気分はなかったな。最高にハッってやつだ。やろう。蹴りをつけてやる、ジョータロー。間髪入れず最後の攻撃だ。正真正銘最後の時間停止だ。来やがれ、ディオ。見せてやろう、我が力を。しかし、このままおめえをなぶって始末するってやり方は、俺自身の心に後味の良くねえものを残すぜ。その足が治癒するのに何秒かかる？3秒か4秒か。治ったと同時にスタープラチナをてめえに叩き込む。かかった気な。西部劇のガンマン風に言うと抜きな。どっちが素早いか試してみようぜ、というやつだぜ。コケに仕上がって、しかしジョータロー、この土壇場に来てやはりお前は人間だ。ごく短い時の流れでしか生きない人間の考え方をする。後味の良くないものを残すとか、人生に悔いを残さないだとか、便所のネズミのクソにも匹敵する、そのくだらないものの考え方が命取りや。このディオにはそれはない。あるのはシンプルなたった一つの思想だけだ。たった一つ、勝利して支配する、それだけよ。それだけが満足感や。過程や方法などどうでもよいのだ。この血の目つぶしは勝った。死ねえ。てめえの敗因はたった一つだぜ、ディオ。たった一つのシンプルな答えだ。てめえは俺を怒らせた。
華教員、イギ、アブドゥル、仲間たちの尊い犠牲を乗り越えて、丈太郎は宿敵ディオに勝利した。その肉体は朝日にさらされ、塵と化して消滅した。100年にわたって生き続けてきた悪の帝王はついに滅びたのだ。その後、必要なものは私のスタンドである。必要なものは信頼できる友である。必要なものは極罪を犯した36名以上の魂である。必要なものは14の言葉である。必要なものは勇気である。朽ちていく私のスタンドは36の罪人の魂を集めて吸収、そこから新しいものを生み出すであろう。最後に必要なものは場所である。北緯28度24分、西経80度36分へ行き、次の新月の時を待て。それが天国の時であろう。丈太郎、こんなところにおったか。病院から知らせがあった。ポルナレフの意識が戻ったらしい。早く行ってやろう。ん？どうかしたのか？いや、なんでもね。見つけたぞ、スタープラチナの空城丈太郎。あのお方が始末しろとおっしゃるのも無理はない。強力無比なスタンドを操る男だが、所詮私たちのスタンドの敵ではない。フランス国営航空92便、パリ行きのお客様は18番ゲートへお急ぎください。どうしてもフランスに帰るのか、ポルナレフ。もう身内はいないんじゃろう。よかったらわしの家のあるニューヨークに来ないか。ジョースターさん、身内はいなくてもフランスは俺の祖国なんです。故郷には思い出がある。どこへ行っても必ず帰ってしまうとこなんです。何かあったら呼んでください。世界中どこでもすっ飛んで駆けつけますよ。寂しくなるな。辛いことがたくさんあったが、でも楽しかったよ。みんながいたからこの旅は楽しかった。そうだな、楽しかった。心からそう思う。それじゃあな、しみったれたじいさん、長生きしろよ。そしてそのケチな孫よ、俺のこと忘れるなよ。また会おう。わしのことが嫌いじゃなけりゃな、まぬけ面。忘れたくてもそんなキャラクターしてねえぜ、てめえはよ。元気でな。アバよ。
なるほどな。なんか笑っちまうぜ。そのガタイの良さ、二人ともジョースターさんの子孫ってすぐにわかるぜ。ジジイの知り合いか。いや知らん。確かにわしはジョースターじゃが、あんたはどなたかな。おっと失礼。俺の名はジョースターさん、ジョータロー。ポルナルフ、どうしたんじゃ。その怪我は何があった。何が起きてるのかわからねえ。わからねえが、ちくしょう。敵だ、敵がいるぞ。どうしよう。敵だと言ってるだろうが。気をつけろ、襲ってくるぞ。マジシャンズレッド。アブドゥル、イギー、お前たちは死んだはず。これは一体。状況がよく飲み込めんが、ここで戦うことはできん。無関係の人間を大勢巻き込むことになる。場所を変えるんじゃ。なんてこった。奴らもう追いついてきやがったのか。こうしちゃやれねえ。急がなくちゃよ。やれやれ。ポルナルフ、どういうことだ。何が起きている。知らねえよ。フランス行きの便に乗ろうとしたら、あいつらが現れていきなり襲ってきたんだ。ええ、追ってきたか。まだ逃げるのか。いや、ここで迎え撃つ。逃がさんぞ。あのお方に害なす愚か者ども、このモハメド・アブドゥルが焼き尽くしてくれる。あのお方だと。お前アブドゥルなのか。本当に。それとも。下がってろジジイ。何が起きてるのかさっぱりわからんが、今一つだけははっきりしている。奴らの殺気が本物ってことだけはな。ジョースターさん、ここは俺が行かせてもらうぜ。アブドゥルとイギーは俺のために死んだんだ。てめえらみてえな偽物はぶった切ってやる。てめえら何者なんだ。あのお方の邪魔になるものは消す。さて、てめえらの正体を調べさせてもらおうか。ジジイ、
うん、わしのハーミットパープルの出番じゃな。なんだこの光は。アバタ、イギー、光を発して消えおった。一体奴ら何者なんじゃ。あいつらは本物だぜ、ジョースターさん。俺はどちらともやり合ったことがあるからわかる。間違いねえ。あいつらは本物のアブドゥルとイギーだ。バカな、そんなはずは。いや、しかし。誰だ。さすがだな、あの二人を退けるとは。か教員、それにてめえはンドゥール。何を驚いている。アブドゥルたちと同じだよ。僕とこのンドゥールはあのお方に忠誠を誓った。だからお前たちを始末する。カキホイ、お前もかよ。どうなってやがる。下がれポルナレフ、次はわしがやろう。今度は逃がさん。ハーミットパープルで洗いざらい吐き出させてやるからの。カキョウインとンドゥールのコンビだと。距離を置かずにガンガン攻めるぞ。無理だな、お前たちは近寄ることもできない。狙い撃ちにしてくれるわ。わかるぞ、様の位置が。とどめだ、シュートヒーム。ハイエロマンソグリー、結界を張っていたのに気づかなかった。エメラルドスプラッシュ、オービットパープルそして喰らえ、クーオーバードライブ。行くぜジジイ、任せろオービットパープル。やれやれ、なんてな。今じゃ、おら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 。やはり強いな。だがあのお方のために捧げると誓った我が身、今はまだ果てるわけにはいかん。この場は一時引かせてもらうぞ。さらばだジョースターども。くそ、逃げられた。いや、華教員は捕まえたぜ。ンドゥールのことは後回しだ。カキョウインをハーミットパープルで調べてみよう。待ちな、また新しいのが出てきやがった。誰だてめえは。おめえはさっき空港で会った。ジョセフのじいさんよ、これはあんたの力じゃどうにもならねえ。俺に任せてもらおうか。この聖なる遺体の力でよ、あんたらの仲間を元に戻す。なんじゃと。聖なる遺体。ここ
子は丈太郎、それにジョースターさん、ポルナレフ。カキョウイ、正気に戻ったのか。そうだ、ディオの能力見破ったんです、ヤツの能力を。落ち着くんじゃカキョウイ、ディオとの戦いはもう終わっておる。あんた何者じゃ、なぜわしの名を知っておる。今カキョウイに何をしたんじゃ、一体何が起きてるんじゃ。待て待ちな、あんたも落ち着けって。ああ、自己紹介が遅れちまったな。俺の名はロバート・ E ・オースピードワゴン。あんたたちに頼みがあってここまで来た。スピードワゴンだと。そりゃスピードワゴン財団の創設者の名前だろうが。わかったぞ、てめえ新手のたかりだな。オーマイガッ。いや違うぞポルナレフ、なんてこった。思い出したわい、確かにあんたは昔見たスピードワゴンの若い頃の写真と同じ顔じゃ。俺の顔を知ってるのか。なら話が早くて助かるぜ。こいつは聖なる遺体と呼ばれているものだ。聖なる遺体？わかりやすく言えば大昔に死んだ偉い人のミイラってことだよ。俺はこの聖なる遺体に導かれて様々な時代を渡り歩いてきた。今世界にはとんでもねえほど巨大な危機が迫っていて、その影響で異変がそこら中で発生してる。そこの華教員ってあんちゃんみたいにな。つまり本来死んだはずの華教員やアブドゥルたちが異変のせいで蘇ったというのか。構いません、ジョースターさん。僕の記憶はリオの攻撃を食らってタンクに叩きつけられた後途絶えてしまっている。それがなぜジョースターさんたちを襲ったのか、僕も本当のことを知りたい。華教員、お前さっきあのお方とか言っていたが、そいつは何者なんだ。それがスピードワゴンの言う危機ってやつなのか。わからない、何も覚えていない。それであんたの頼みとは。単刀直入に言う、聖なる遺体を集めるのに協力してくれ。聖なる遺体は全部で9個の部位が存在する。遺体には不思議なパワーがあるが、あと8個集めると1人分の遺体となって真のパワーを発揮するんだ。そうすれば全ての異変を鎮め危機を撃退できるはずだ。多分実は俺にもよくわからねえんだ。遺体を持つようになってから耳元でささやく声が聞こえるようになってよ、その声に導かれて俺はここまで来たんだぜ。おいおいおい、こいつ大丈夫かよ。まあ待て、一通り聞こうじゃないか。俺が元いた時代はよ、異変のせいでめちゃくちゃになっちまったけど、俺だけじゃ何もできねえ。この聖なる遺体はあんたたちと出会うように俺をここまで導いた。つまりあんたたちはこの世界に訪れつつある危機に対抗する力を持ってるってことなんだ。多分あの女突拍子もねえって思うだろうがよ、頼む、俺と一緒に来て戦ってくれ。シュールよの。
散々奇妙な冒険をしてきたつもりだったが、今度のはまた一段とおかしな話やわい。みんなどう思う？やれやれ、とんでもなくイカれた話だな。俺はあの男の言うことが全く理解できねえし信用できねえ。しかしよ、華僑院を戻してくれたことは確かなんだよな。僕は信じます。もちろん信じざるを得ません。アブドゥルやイギー、ウンドゥールたちが襲ってきたのも紛れもない事実。よし、いいじゃろ、スピードワゴンのじいさん。というのも変じゃな。ああ、スピードワゴン、わしらはあんたに協力することに決めたぞ。ありがてえ、助かるぜ。なんじゃこれは。聖なる遺体が共鳴してるんだ。近くにもう一つ聖なる遺体があるぞ。何？やはりこの近くに遺体があるみてえだ。手分けして探してくれ。これは。その遺体はあんたを選んだんだ。なくさねえようにしっかり持ってなよ。これは何じゃ。まるで光でできたヒビというか隙間のような。この光のヒビは聖なる遺体が生み出す現象だ。光のヒビの中に入れば別の時代へ移動することができるんだ。よし、それじゃあ行くぜ。俺についてきな。なんじゃプルナレフ、何を笑っておる。いや、アブドゥルとイギーが戻ってくるかもしれねえ。そう思ったら嬉しくなってよ。それにまたみんなと旅ができるなんて思ってなかったし。僕もです。ああ、そうだな。やれやれだぜ。